Let's go to the town, let's run.
want to live something more. In memory, each to this eye, to step high, I speak to the hero. Oh, my wine inside.島から勝ち星が勝ち星が どうですか、ここと井出原の相性は。うん、まあダメですよね。ダメ
早めに捕まえます。早めに捕まえて、うん、ほんで置いてっちゃうぞと、はい、スタートは絶対勝てない。でも走り出したらね、走り出したら止まらないよ。どうですか九州、ここコースが全然攻略できんのんじゃ。滑る路面に対応できんのんじゃ。まあでもレース始まったらもう行くしかないでしょ。行くしかない、はい、ってことは成田明を捉えれるのは俺だと。まあ遠回しに言うたらそうなるのかな。まあ昨日ピーしてあれピーやったけど、まあピーやな。でしょすごいすごい、やっぱりね、やっぱ違うなと。やっぱチャンピオン取るのと違いますね。違いますね、はい、まあ予選ぐらいは予選の3周ぐらいはまあ行こうかな。あ、脱臼したのも3周ぐらい。あよう知っとる。まあ見といて。了解です、はい、期待します。よろしくお願いします。はい、作戦ですか、はい、今回の九州は、はい、ドメが速いんでドメについていきます。で、バチッと当てていきます。あ、なるほど、バチッと当てていきます。まあ、ランキングトップ溝口、はい、どういう、どう思いますか。もう諦めてます。もう私生活諦めてます。言うたまんまやし。なるほど、早いですけどね、かなり。しかしキャッチできるのは間違いないと。そうですね、キャッチするのは俺だと。そうです、頑張ります。なるほど、もちろん。分かりました、ベスト尽くします。期待してます。はい、基礎練習を終えたドメ選手。あ、どうも。どうですか、走ってみて。そうですね、水まきすぎじゃないですか、ちょっと。そうですね、まあ、良くて表彰台、バルスケ表彰台みたいな。あ、さすが男前見せてもらいました。まあ、期待させといて裏切るのが僕の仕事なんで。はい、プレッシャーは全然ないですね。地元ではないけど、まあまあ得意なコースなんで、ほう、まあ軽く流します。もう練習の走りができたらいいかなみたいな。はい、はい、stay with me.
あの日本人初のバックフリップした佐藤さんにお話を聞きたいと思います。どうですか？まあ怖かったですね。危ないよ。やるもんじゃねえ。本気で言うけどやるもんじゃねえ。ダイスは分かってる。帰りたかった。実際その場にいたらもう帰りたくて仕方なかったけど、でも一人じゃ飛んでなかった。飛んでない、絶対飛んでない。一人じゃ。あんまり早すぎてわかんねえ。でも着地見えたらちょっとホッとするんですよ。 BMX やって、 XR50 やって、マウンテンバイクやって、 XR70 で最後やって、いい加減飽きたなって思ったら25でやってみてください。はい、
以上、余裕かましている佐藤さんでした。
はい、まあ俺が125乗ってねえからラッキーだな。ありがとうございました。まあ125だから俺もチャンピオン取ってるし、125 125は125だからね。その後一生まで何年かかりました。250で一生するのに3年かかりました。21。あ、総合取った。うん、11がなかなか取れないですね。そうですね、早く TK に持ってかれるかと思ってね。焦ってアクセル上げちゃいました。先にね、ピンピンとは取らさないよ。あ、許さん、うん、私勝たせないつもりだったんだけどね。あ、勝たせちゃいましたね。はい、1年間戦ってどうでした？へへへへです。あ、フェラーリ代は稼ぎました？あ、もう買っちゃったんで。無駄遣いしました。3週間ぐらい前にね、はい、納車されたんですけど、はい、思ったより走んないね。まあ、まだ50ぐらいしか走ってないんですけど。あ、そう。地元っていうことで15位狙いで。いや、もう最終戦ね、1年振り返って、もう最後なんで。振り返りません。もう前しか見ない。もう前しか見ない。ああ、なるほど。もうやだ、思い出したくない。反省したくないな。はい、反省点全てですね。毎回やりますね。なるほど。スタートは出ないし。なるほど。出たらこけるし、1コーナーでは転ぶし。反省点ですか？はい、1つでも2つでも100個でもいいです。貧しさに負けました。いやいや、負けてないですけど、うん、いや全部ダメですよ。全てテクニックも、うん、精神的にも、はい、フィットネスも、はい、まあ、前半戦良かったんですけどね、後半戦はちょっとね、こう思うような走りができなかったレースが多かったんで、まあ、来年は今年の前半戦がずっと続くような、なるほど、その精神力だったり、まあ、技術的にも体力的にももっと磨いて、来年はもっといい成績取るように頑張りたいと思います。じゃあそんな感じで、途中からグリーンに入ったマサルさん、そうですか。あ、代打？彼の代打でね。どうですか、僕の方が十分代役を果たしてるぞと。いや、全然ですね。そうですね、メンタル面ですね。メンタル面で、はい、強かった、弱かった。弱かったですね。本当に弱かったです。本当に弱かったです。だってあれ、まぐれだもん。ですか。はい。次は、一応次の予想は、まあ、5位と3位ぐらいですかね。微妙、いつものポジションですか。5、3ぐらいで今日は決めちゃおうかな。明日は、明後日は決めちゃおうかな。あ、こんな得意の都合なのに。あ、はい、もうすぐこけるのが得意の都合。いやいや、もうすぐ怖いんで、やっぱりスピード出ちゃうと、もう本当緊張しちゃうんで、すいませんけど。なるほど。どうですか、勝って、3年越しに勝ってみて。そうです、ね、お母さんに報告しました、マミーに。しましたね。やっと勝ったの。やっと勝ったの。やっと勝ったの。長かったわねー言って、それだけです。それだけですか。親父は、むしろ親父は、うん、ああ、そうか、よかったな。よかったなだけかよみたいな。俺かなり頑張ったんだぞ言って、俺11位ぐらいから追い上がって1位だったんだぞ言ったのに、しまいにはヒート2はホールショットで行ったのに、あちらの4番くんにやられちゃいました。あ、ベンツくん。ベンツくん。ベンツくんにやられちゃいました。まあね、やっぱ違いますね、稼いでるライダーは。おーおー、フェラーリといい、ベンツといい。おーおー、僕なんかハイエースですけど、あの後ろがこの間高校生に突っ込まれまして、後ろへこんでます。、はい、修理代も払えずですか。修理代も払えません。あ、出してんだ。出してんだ。だね。いや、これ長くない。来た。お前どんだけ伸ばしてんの。あ、イギリス。ああ。ああ。ついた？見えない？ついとるし。おえ。はい。オッケー。はい。鼻毛をしたが。頑張ります。じゃあヨーロッパで反省点を一つ。反省点はやっぱクラッシュはダメですね。
こういうこと言って勝ちに行きますなんて言いたいんですけど、はい、今回そんな気さらさらないです。今年1年通して僕の積み上げて得られたもの、はい、検査関節脱臼、これは僕の結果でした。なるほど。前回あるのみ。ザ前回。Let's go!
Tell me how you feel. I don't think you care at all.
ペレーションは終了で、somewhere down in Fullerton, that's a place we used to go to get away from it all. Somewhere down in Fullerton, that's a place we used to go to get away from it all. But I'm still trying to figure out why you feel so wrong when we felt so right. Felt so right 4 years ago. So please don't go away. I want this feeling to stay with me forever. Forever I said please don't go away. I just want you to stay with me forever. Somewhere down in Fullerton, that's a place that meant so much to grab your body by me. Somewhere down in Fullerton, that's a place that meant the world to everybody.
二人をねじ伏せての1位文句なしですね、これで、ね、もう無理、一つリタイアするもう疲れ、絶対走れない、エネルギー切れ、いやいやいや、男のレースといい絵を撮らせていただきますよ。まあね、たまにはね、やんないとさ、ね、怒られちゃうから、これでね、文句は言わせないと、そうそうそう、もういいべ、ね、うん、ありがとうよ、またね、やっと25初優勝ですよ。この長い3年間僕は何をしてたんでしょう。まずピーまずピーまずピーあ、すみません、トップ3はいませんでした。わかりました。あ、何よ、お疲れ様でした。久しぶりにこんなハードに乗ってしまった。何回やめようと思ったか。辛くて。どないしたお前さん、いや初優勝逃しちゃいました。お前や、いやでもね、でもいやもう何もやらないで、まあ次ね、次で総合でお金もらって帰ってください。引退します。TK おめでとう。飲みに行きます。国分町今日は貸し切ります。全部貸し切っちゃいます。おお、はい、金はいくらでもあるんで。おお、はい、ヒートワン、またもや今季何勝目ですか。8勝目ですかね。もう稼ぎに稼いでる。いやいや、お金稼いすぎてしんどい。いやいや、あーもうこれで、あ、はい、腕上がり。そうそうそう、まずないですから。どうですか、うん、このヒートワン終えて。そうですね、ヒートワンはまあ去年、あ、去年じゃねえや、昨日の予選で、はい、ちょっと2回も転倒しちゃって、はい、まあトップで予選通れたからいいんですけど、ほう、決勝ではそういうわけにはいかないんで、うちょっと、まあ、安全牌ではないんですけど、まあ、8割、9割ぐらいで走ってました。お、そしたら勝ててしまいました。そうですね、はい、なんとか自分の走りができて、まあ、昨日はタイヤをミスったというコメントだったんですけれども。あ、そうですね、多分今回はバッチリ。今回はもうバッチリですね。バッチリ、はい、じゃあまたもや1つ勝って、え、勝ったらチャンピオンでしたっけ。いやいや、まだでしょう。まだっすか。はい、多分王手、最終戦まで伸びるんじゃないですかね。どこまで引きずるの。チャンピオン王手じゃない。王手じゃないですね。あーはー、シャープ29がいるんで。あ、シャープ、しぶといマッチョさんにね。あ、じゃあどうっすか。もう2位はいりません。え、もう2位は、もう2位以下はもういりません。もうノーモアセカンドポジション。はい、もう1位だけでいいです。今日予選終えてどうですか、手応えは。スチュワートの半周落ちぐらいだったかな。もっと離されたかな。ダメでしたね。ダメですか、まだまだ。誰と競ってんだろう俺は。もう疲れ切ったピングリーかな。そのぐらいですね。わかりました。お疲れ様です。1年間戦って、はい、チャンピオン取って、はい、ね、やっと身軽になったと思うんですけども、はい、今の心境はズバリ。今はまあまだあんまり実感湧かないですけど、はい、でも結構だんだん実感湧いてきて、はい、結構嬉しいですね。なるほど、はい、結構長かったなって感じですね。で、じゃあ今晩のご予定は。今晩は特に神戸に帰って軽く飲んで軽く寝ます。あ、軽く寝ます、はい。まあ、なるほど、はい、どうですか。そんな、ね、あんなことはしないんで、いろんなことしないんで、はい、つかない。今回嬉しい反面悔しい。ね、あんなレースをしてトップを走った時の勝ちを意識しちゃいましたか。しました、かなり。かなり知ってました。これは勝てると、これちぎってやると思ったけど、思った瞬間全然離れなく、ま、もうすぐ後ろにいて最後ぶつけられちゃいました。甘くなかったですか、やっぱり。あ、甘くなかったですね。ちょっと隙を与えたらもうまっすぐ来られましたね。なるほど、はい、わかりました。ではその隙をね、来年は埋めて、はい、埋めて隙を与えないようにします。まあ初表彰台ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございました、はい。
え、はい、おめでとうございます。金メダルちゃうし。あ、募金返してよ、ちょっとね。募金返してよ、俺らの募金を返してよ。お前、返せ。走らないでお金だけもらったらしいよ。もらってないです。返せ、募金。アスパラ募金返せ。お見せくださいよ。引くよ。適当に走れって。だよな。適当に走れ。適当に、適当に。で、コースはどうだったの？ひたすら全開で、3度。絶対無理。まあ、帰ってきたからね。絶対無理なコースでした。絶対無理。絶対無理。で、広島がものすごい硬いです。今日は。コンクリートの上です。周りのない。痛くない。痛くない。思い出したくない。疲れちゃう。思い出しただけで。じゃあね、今回はじゃあ楽しんでください。家に帰りたい。3週連続レースは嫌です。九州、ベルギー、広島ですか。はい。そして帰って水曜日から仙台です。で、その次の週仙台です。はあ。いえ、半分以上いないでしょ。そうだよ、ローンだけで払ってる。文句言うとおり。ローンだけ払ってる。ローン払ってくる人募集中。はい、はい。金払ってでしょ。一人だけ車にこうやって構えたり。そう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 あれ、あれ斜めなんですか、自分だけ。ねえ、ねえ、いや、わかんないですけどね。ねえ、やっぱ張ってるだけありますね。ねえ、どうですか、やらしい兄貴。やらしい。好感度上げようとしてるもん、あの顔。ああ、またそうですね、やっぱりなんつうんですかね、ピーをいっぱいしてるからですね。やはり回数の問題ですかね。やっぱやっぱ1元2元の問題ですね。やっぱ僕はそう、みんなみたいに1日2元とかじゃないんで、やっぱ8元とか10元とかいっちゃうんで。あ、それが好調の秘訣。そうですね。なるほど。まあ足伸びだったと。足と手がこんななって伸びだった。抜き俺か、俺か、いでしのかっていうぐらい俺は抜いてた。いでしのが抜くときは、もうちょっと足が、いでしのちょっと開いちゃってるんだけど、俺は閉じてるつもりなんだけど、足がこっちは出すぎちゃってる。どうしようかなー言って。じゃあ次のテーブルトップ見といた方がいいね。でも俺は今日は井出篠のウォッシュボードの真似して、昨日より多分コンマ5は早い。足外れるけど早い。ふわっ4つ飛んで、このとこ全開でいったら足プーン外れてるけどかなり早い。で真似して俺も4つ飛んで全開でいったら両足外れて、もう死にかけたけど、ここで抑えながらプンプンプン。で最後に戻ってこうバイクに「おいしょ」って言って戻って、ブワーって回ってた。やっぱ勉強になるね。